A1 は、ドイツの自動車会社アウディが製造、販売する乗用車である。2007年の東京モーターショーに出品された、メトロプロジェクトクワトロや2008年のパリサロンに出品された、A1 スポーツバッグコンセプトをルーツとしている。市販型は2010年3月のジュネーブモーターショーで、披露され、同年5月12日に発売。プラットフォームには、 アウディの親会社であるフォルクスワーゲンの小型乗用車、ポロと共通のフォルクスワーゲンエレゴを使用。アウディのラインナップ中で最もコンパクトなモデルかつエントリーモデルである。フォディは3ドアと5ドア版、スポーツバッグの2種とし、従来のアウディでは取り込めなかった若い顧客にアピールする。エクステリアはアウディのアイデンティティである。 シングルフレームグリルなどファミリーのデザインアイコンを色濃く受け継いでいる。A ピラルーフ、C ピラーと一続きに描かれるラインが特徴である。インテリアは航空機をモチーフとしてデザインされた。インパネは翼を、そしてエアコン吹き出し口はタービンを模したデザインを採用。さらに、 内外装のデザインについてもルーフアーチのカラーリング、インテリアの発光ダイオード照明色、エアコン吹き出し口のカラーリング、シートカバーなどオーナーの趣味に合わせて多彩なカスタマイズが可能となっている。エンジンは1.6リットルディーゼルエンジンの直列4、気筒 TD と1.2リットルもしくは1.4リットルの磁気 4TFSI エンジンの計4種をラインナップ。 1.4リットルターボは最高出力 122PS を発生。なお、すべてのユニットにアイドリングストップ機構が備わる。トランスミッションは 5MT に加え、1.4リットルターボにのみ、2ペダル MT となる7速 S トロニックも用意される。ボディについては、コスト面の制約上、オールアルミ構造、アスフの導入こそ見送られたものの、高調力項を多用することで、 ボディ本体の重量を 221kg とした。これにより、車両重量も 1045kg 以下にまで抑えられ、クラストップレベルの軽さを実現している。日本においては2011年1月11日に発表、発売。エンジンは1.4リットルの直列4気筒 TFSI のみで、7速エストロニックとの組み合わせのみとなる。 羽田空港第2ターミナルにおいては、同施設2階にあるアウディエ1ショップにおいて実写が1月1日より3月下旬まで展示された。また、2011年11月の東京モーターショーにおいては、サッカー日本代表のトレードカラーであるサムライブルーに仕立てられた A1 サムライブルーを展示。後に展示車両を511万円にて発売する。 ことを発表した上で、全国キャラバンを実施した。購入者は、抽選にて選ばれ、2012年5月13日、当選した男性に、サッカー日本代表監督のアルベルト・ザッケローにより、直接キーが手渡された。なお、売り上げの一部は、日本サッカー協会と合同で、サッカーファミリー復興支援金として寄付される。また、同日には、 サムライブルーのエッセンスを散りばめた特別使用車 A1 サムライブルーリミテッドエディションを発売。エクステリアとインテリアにはサムライブルーのアクセントが入る。111台の限定モデルとしザッケローニの認定書が付く。価格は345万円。2012年6月4日スポーツバッグを追加発売。1.4TFSI と1.4 TFSI スポーツパッケージの2グレードを展開。メカニズムは3ドアと同様である。2014年11月5日、S1、S1 スポーツバッグを発売。同社には6速マニュアルトランスミッションと2リットル TFSI が、クアトロシステムと共に組み合わされる。すべてのエンジンは、アイドリングストップとエネルギー回復システムを装備する。アウディは、複数の A1 の、 コンセプトカーを発表した。それらの大半は、ハイブリッドカーとプラグインハイブリッドカーである。メトロプロジェクトクアトロ2007年の東京モーターショーで発表されたハイブリッド仕様のコンセプトモデル。パワートレインは最高出力 150PS の1.4リットル直列、4気筒ターボエンジンと最高出力 41PS。 最大トルク 20.5kgm の電気モーターを組み合わせてより、エンジンは6速エストロニックを介して、前輪を、モーターは後輪を駆動する。1回の充電あたりの航続距離は時速 100km 走行時で 100km であり、ガソリン車と比べて燃料消費を最大15%低減できるという。サスペンションは、前輪はストラット式。 後輪は4リンク式を採用。2008年のライプツヒ国際自動車ショーでは、社名を A1 プロジェクトクワトロと改めて展示。外装デザインはアウディプロジェクト設計者のダニー・ガロンドが担当した。A1 スポーツバックコンセプトスポーツバックコンセプト2008年10月のパリモーターショーで発表。メトロプロジェクトクワトロの5ドア仕様で、 全長が3.99メートルと少し長くなることを除けばメトロプロジェクトクワトロの寸法と同一である。パワートレインもほぼ変更ないが電気モーターは後輪ではなく前輪を駆動する。A1E トロン E トロン A1 の電気自動車として2010年にジュネーブモーターショーで発表された。A1E トロンは定格出力4 5ット 瞬間出力7 5ットのプラグインハイブリッドカーである。バッテリーは1 2アワーのリチウム4二次電池を搭載し、最大走行距離は5 0トル電池切れに備え、254cc のロータリーエンジンと1 5ットの発電機を備える。これにより走行距離が2 0 0トル増えると推定される。2010年末。 ミュンヘンで20台の A1E トロンを使用した実証実験が行われた。A1 クラブスポーツクワトロクラブスポーツクワトロ2011年5月、ベルターコのイベントで発表。RS3 の改良型で2.5リットル直列後、気筒エンジンを搭載する。最高出力は 503PS、最大トルクは660ナノメートル。外装は、 アウディクアトロのブリスターフェンダーを彷彿とさせるホイールアーチが特徴で内装も極限まで軽量化が図られている A1 スポーツバッグ2011年の東京モーターショーにて参考出品として世界初公開され翌2012年1月より欧州市場で発売その名の通り A3 スポーツバッグや A5 スポーツバッグ同様の5ドアハッチバッグである サンドアとのエクステリア上の違いはサンドア比で B ピラーをより 230mm 前方に移動させてリアドアを設けたことと後席の頭上空間を確保するためルーフを 80mm 以上も後方へと延長したことにある。そのためサンドアと比べるとリアウィンドウの傾斜が緩くハッチゲートの切り欠き方も異なる。全幅と全高が6ト、mm、ル増加しているが 全長は3ドアと全く同じである。欧州では2018年秋頃から販売を開始。先代とは違い、3ドアモデルは廃止され5ドアモデルのみである。2019年11月1日に初披露の後に11月25日より販売を開始した。当初は1.5リットル直列4気筒直噴ターボの35シリーズのみであった。 その後に2020年6月16日に1.0リットル直列3気筒直噴ターボの25シリーズが追加された。ありがとうございます。